吉野さん、こんばんは。ジャッキー・チェーンのスタントについてなんですけども、ジャッキー・チェーンがね、映画を作るとき、まあ、監督もやってるじゃないですか、武術指導とかね、いろんなスタントを考えるそうなんですけども、スタントマンがそのスタントができないからしょうがないから、唯一そのスタントができるジャッキー・チェーンがやるそうなんですよ。だからスタントマンを使わないというよりも、スタントマンがもうそのレベルのことができないと。要するにジャッキー・チェーン自身がアスリートなんですよね。まあ、ですんで、こういう風なスタントやりたいんだけどつっても、誰もできないから、じゃあしょうがない、俺やるかみたいな感じでね。それが客観的に見ると、あ、ジャッキーはスタントマン使わないんだ、偉大だな、になってますけども、スタントマンですらついていけないレベルのことをやってるんですよね。これすごいですよね。よく知られていることかもしれませんけども、そのシルベスタ・スタローンね、ロッキーっていう映画を作りました。でロッキーの5だったかな、ファイナルだったかな、なんかね、実際に映画に出るときにボクサーみたいな体じゃないとかっこ悪いんで、映像技術とかないですからね。まあ、ですんで、やっぱ減量と筋トレに励んで体を作って臨んだそうなんですよ。で今度ね、対戦相手だって、すごい打ち合いしないといけないじゃないですか。タレントの中に対戦相手となる体格の人とか動きができる人がいないんで、しょうがないから、そのプロボクシングのチャンピオンを連れてきてね、そいつに演技を教えてやったそうなんですよ。いや、これもすごいなと思うんですよね。だから度を超えてますよね。そして桜井翔一会長なんですけども、桜井翔一会長は麻雀の映画でね、ジャンキーっていうのがあるんですけども、これがね、なんて言いますかね、麻雀のかっこいい麻雀、基本動作のできる麻雀を打てる人がいないって言うんですよね。私の聞いたところによると、いないんで、しょうがないからタレントに麻雀を教えたらしいんですよ。麻雀の打ち方を、麻雀プロの中に演技ができるやつはいないから、特にプロとしての演技ができるやつ、そのフォームができる人がいないから、もうタレント使わずにタレント使うじゃない、プロを使わずにタレントさんに麻雀を教えた方が上手だったって言ってましたね。うん、で桜井会長はね、以前、現役の時に、裏世界っていうんですかね、例えば原発の利権をかけた、そのいろんなね、組織とのこう決定戦に麻雀で挑んできた、それで決めたらしいんですよ、原発利権とか。これすごい話ですよね。原発ですよ。原発のその数兆というね、兆っていう金額の生み出されるその原発の利権を最終的に麻雀で勝負で決めてたっていうね。でギャラがなんか数十キロとかっていうギャラらしいんですよ。10キロっていうのは10億円です。だから会長に、ちょっと今度の仕事お願いしますよって、30キロでって言ったら30億円の麻雀のギャラだそうなんですよ。すごいですね。30億円払っても数兆円っていうことから比べると、はした金じゃないですか。私に想像もね、つかない世界が私たちにはね、あるもんだなと思いますけども、でも桜井会長は、お金が入ると、自分の、いろんな気持ちとか揺らぐから、そのギャラを受け取らずに、帰り道でね、ラーメンをもう50円で食べて帰ったとかね、あと、ハイヤーで送りますよって言っても、それを断って、雨の中ね、濡れながら帰ったとかね、いわゆる普通の人に戻るっていうんですかね、土に帰るって言ってますけども、そういう感覚をいつも持ってるそうですね。いやだからね、すごいなと思うのが、その欲に溺れないっていうんですかね、もう見てるところが全然違うんですよ。だからいい格好したいとかね、なんとかじゃなくて、本物を残したいと思ったら、まあそういう風になるのかなというところでございますね。今回はこの3人の例を取ってですね、まあ私なんかとはとても比べ物にならないんですけども、やっぱりこう、どこまで行っても自分に戻るっていうのが大事かなと思いますし、ただ逆に自分のままでいると圧倒的な成果は出ないから、自分の殻を突き破っていくっていうね、このなんかパラドックス、まさにパラドックスね。普通の人でいたら普通のままだから自分の殻を破っていく、でも破ったら普通に戻るみたいなね、普通に戻ろうとするというね、このなんかせめぎ合いですよね。だからね、一発当てると足元揺らいでドーンとなっちゃったりとかね、テキーラ飲ましてちょっと事件を起こしちゃったりとかね、ありますからね。 Google の社員だって名乗ったりとかね、いろいろありますからね。そうじゃないだろうみたいなところですよね。もう浮かれないこと、まさに等身大の自分でいることを常に心がけて、鏡を見ていかないといけないかなと思っております。では本日は以上です。